何の言葉もなしにここにバッジをつけてまだ議員をやってると、その中での選挙で宮口春子さんが立っていただきました。でもうすぐ北海道2区の選挙もあります。ここはなんと大臣室でお金を受け取っていたという吉川元大臣ですね、これが辞職をして、この人がその選挙です。もう極まれりです。日本はどん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 衰退をし、そしてその衰退する中でこの政治は自分を私するような、私するような、そういう人たちがいる。佐賀の状況を見ても、今日もずっとですね、宮城まで行ってまいりました、この間原田さんはじめですね、上根町長選ありがとうございました、見事な勝利だったと思います。私たちは負けるわけにいきません、今日は社民党の皆さんを離党されて、そして、立憲民主党に全員が参加していただくということで、本当にありがたいことです。皆さんにお分かりをし、そしてさらにさらにこの立憲民主党、もうあと5ヶ月ちょっとで、総選挙という形になります。この無意無策、国民に寄り添うことをしない、この政治をですね、一刻も早く倒して、それからもうこれで最後にしますが、佐賀空港のオスプレイ基地については、この間江口県議ありがとうございました。それから山田幹事長、業界の皆さんをですね、の札束でほっぺたをはたくようなことを、しかもこれまでの取り決めを無視してですね、暴走していたんで、実際に防衛省を呼んで、あれもできますこれもできます、嘘をつくなと、1000万しか出ないこの基地交付金で何ができるんだと、本当にですね、県民を愚弄したことに強い怒りとですね、防衛省はいろんな予算の説明ももう出入り禁止、それぐらいですね。で、何を言ったかというと、基地にですよ、今度基地に作るでしょ、オスプレイも他の自衛隊のヘリコプターも雨風にさらしとくんですって。いつですか、アパッチが墜落したのは。部品がの管理が危うかったからと、そういうこともあって今度プラスチック製にするんでしょ、替えの部品を。それなのに機体をですね、海沿いにさらしとくんですって。本当にね、この人たちは国防を考えてませんよ。いや、国民の命を考えてない。そして自衛隊員の命も考えてない。もうあるのはフォーリンミリタリーセールス。アメリカからですね、装備品を買う。そのことだけです。もう絶対に負けるわけにいかないんで、力を合わせて頑張っていきましょう。よろしくお願いします。それでは次に、大口代表にお願いします。皆さんお疲れ様です。4月の常任幹事会ということで、皆様に日々ご奮闘本当にありがとうございます。新型コロナも国政の間違いなく最重要課題ですけども、明らかに菅政権によるちぐはぐなかつ中途半端な後手後手の対応が続いていると言わざるを得ません。2月には大阪をはじめとした府県に関して緊急事態宣言を前倒しで解除しました。3月には東京を含む都県に対して、リバウンドが明らかに見えていたにもかかわらず緊急事態宣言を解除しました。私たちはその頃から第4波が危ういのではないかということを言い続けてまいりました。枝野代表は東京の緊急事態宣言解除の時にはリバウンドの兆候がすでに見える中で、これで4波が来た場合には菅総理には内閣総辞職では済まないというところまで申し上げて、議員運営委員会で議論に臨んだ。果たして結果としてはまさに第4波そのものと言わざるを得ない状況が起こってきています。それに対しても、まん延防止措置という非常に中途半端な措置で臨んでいく。本来であれば大阪にしても、あるいは首都圏に関してももう緊急事態宣言をきちんと発行して発令してきちんと対応すべきところに来ているにもかかわらず、いまだに中途半端、戦力の逐次投入を行っているという失敗例の典型のような、まさに人災と言わざるを得ない対策になっていると思います。私たちはゼロコロナ、
ということを申し上げてきます。もちろんウイルスをゼロにすることはできません。ただ、今報道等を見ていると、皆さんも見ていただいていると思いますけれども、世の中の皆さんの声の中でも、今のようにダラ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 小刻みに対策を打つよりは、一度ピシッと保証をしっかりやった上で、ピシッと止め活動を止めてもらって、短期間でぎゅーっと感染を少なくすることを一回やるべきじゃないかという声が、マスコミ報道等でも出てきているのを皆さんお気づきと思います。まさにそれを先導的に続けたのが私たちでございますので、このゼロコロナ政策、この考え方をしっかりと菅政権にも提案として言っていきたいというふうに思っておりますので、皆さんにご指導よろしくお願い申し上げます。佐賀県の課題についても、先ほどオスプレイの話もありましたが、私の方では、有明海特別措置法を3月31日をもって延長する法案を議員立法として可決させることができます。これは平成12年の乗りの大不作、これを受けて、当時の原口代議士をはじめ、多くの与野党議員、協力して、超党派で作り上げたもの、これは私たちの努力をもってして延長することができましたので、有明海沿岸の皆様に大いに宣伝しながら、さらにここに留まることなく、サバンの解放に向けて頑張っていこうということで、心合わせをしていきたいと思います。まあ、そういった中で、いよいよいつ起こってもおかしくない衆議院解散総選挙、そして、今年は地方選挙の大変多い年、まあ、このところまで皆さんで今年の地方選戦いに出てきておりますけれども、今年国政地方選挙、力を携えて何としても今の緩み切った掘り切った政権を倒していくという思いで頑張っていきたいと思いますので、皆さんの力の結集どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。それでは次に犬塚副代表お願いいたします。出先からの参加で大変失礼いたしております。諸外国のといってもこのコロナ対策のワクチン接種については、日本がどうしてこんなに遅いんだろうというのを日々実感をしております。米国、特にハワイ州については、身の回りの人たち、医療関係者も含めて、そして高齢者も含めて、そしてこのところはもう18歳以上の人たちもほぼ今ワクチン接種が終わりつつあります。そうしたいわゆるハワイのような州は遅れるのではないかと言われていたんですけれども、ほぼ終わってしまったという状況の中で、日本はどうしてこんなに遅いんだ、どうしてここまで、今まではきちっと細かいことも含めてしっかりしていく国というイメージがあったんですけれども、一体どうなってしまったんだろうかというような話を日々ております。これはもう本当に政権交代をして、少しですね緊張感を持った政治にさせないと一体どうなってしまうんだろうかと思っております。有明海の再生について、またオスプレイについても我々が頑張っていかなければいけないと思います。そうした中で今年の1月22日には核兵器禁止条約が発効いたしました。日本は唯一の被爆国ではあるにもかかわらず、この条約の討論にも参加をしておりません。全く参加をしていない。